なんかいろいろするためにいろいろ始めた年やなって思う。2021年漢字、今年はちょっと今までと違う動画をねアップしていけると思う。新しい。2022年新年明けましたらおめでとうございます。ただじゃねえでしょ。なんでよ、なんで急に明けましたらなってんの今。だってまだ動画撮ってる段階では2021年言うて、そうやけど今おかしいやろ。あれみんな釣られそうになったわ。年賀状も明けましておめでとうございますって書いたらおかしいね。開けてない時に開けてないもん。でも届いてる時はもう開けてるってことやから。でも書いてる時にはまだやから、あれ嘘つきやで年賀状みんな。ってことじゃあどうやって書いたらいいの。だから新年明けましたらおめでとう。今開けてへんけど、とりあえずあんたが見てる頃には開けてる。だからそしたらおめでとうございます。めんどくせえなお前は。よくないか。じゃあちゃんと仕切り直して、はい、2022年新年明けましておめでとうございます。今日はご覧遊ばせ、我々は衣装を身にまとっておりまして、気分が良くなってんねん。あ、気分良くなってんの。あのレンタルしてもらってんけどね、あんたファーよこしなさいよって言ってね、うん、まあ最近確かに男性の方でもこのファーする方はいらっしゃいますけどねって言いながら出してきてくれたけども、それより気に入ってんのがな、この服のな、うん、あ、素晴らしくない？すごいね、何これ、あ、きつくの？あ、やってみて、ほら、二人で ET みたいに、ET、おお、ひどい。新年から何をやってんのか分からへんけども、玉同士のぶつかり合いね。2021年はどうやった、まず去年。2021年、そうだね、もうね正直記憶になさすぎて、まあ、あんたは基本的にコロナとかでさ1週間ぐらいの記憶しかなく生きてる女だからね。やばくない、魚じゃねえかよ、もう魚じゃねえかよっていうツッコミもね。きっと2020年のあるちゃんってできてなかったと思うわ。あ、本当に。うん、2021年になって初めて魚かよって言える。確かに。そうそうそう、ちょっとツッコミ良くなった、良くなったと思うよ俺は。すごく良かったわ、家で練習してて。そうよね。一番何が楽しかった去年は。一番楽しかったことは、でも一緒に旅行したの楽しかったくない。ね、実は夏休みにね、言ってんかな、私種子島も行った。種子島に夏休みじゃなかったっけ、春ぐらいやったっけ。あれいつやったっけな、もういつかも覚えてない。まあとにかく種子島に行って、実は夏にも旅行行ってん。ちょうどコロナがなんか大丈夫ギリギリのところになって、うん、コロナ対策して行ってんけど、なんと全部動画とかいろいろ撮ってたのが音が悪すぎて、あるんやけどもうその動画、うん、なんか映像がね、ちょっとこれアップするにはなーみたいな感じやからな、ちょっとあれ、まあ、ちょっと声入れようかって考えながらだけど、もう半年ぐらい経ってしまいね。まあ、とりあえずでも静岡ね。そうね、楽しかったね。楽しかったね、もういろいろね。今何したっけな、忘れてるやんか、ね、お前お前も魚じゃねえかよ。あんまり何もしてない。まあでも俺はね、あの YouTube でもいろいろ思い出あるけど、やっぱりテレビとかでも今まで特ダネって番組でコメンテーターさせてもらってたんか、うん、目覚まし8にちゃんと起用されて、うん、ほんでちゃんと使ってもらえたっていうのも楽しかったし、ちゃんと使ってもらえた、そうだからいろいろなんかねあったけども、あと身の回りの他の5時に夢中っていう番組の人が変わったりとかもあったけども、あれちゃんは何よりも髪を切ったっていうのが一番大きいんじゃない。あ、でもめっちゃ切ってたよ ね、 ね、なんかアホみたいに切りまくってたよね、ずっと。長くしようとかなんかいろいろこっちも言うねんけどな、うん、あれちゃんはもう基本的に自分のままやりたいままをね貫くから、何のアドバイスをするとかそういうの意味ないですよ皆さん。あ、ないですね、うん、なんか自分が切りたいって言ったら切っちゃいますね。唯一本気で止めたのはアフロにするって言い始めた時、うん、アフロの時すげえ喧嘩してたよね。アフロの時に私アフロにするって言って、すごい、うん、もう俺はもうパパイヤ鈴木を想像してたから、パパイヤ鈴木とかさ、あのボボボボボボボみたいになるかなと思って、いや、それですごい止めとったねんけど、それでさ、足の髪の毛に毛つけてんじゃねえよって。そうそうそう、足の髪の毛、わしの、あ、わしのね、一人称わしよな、あれちゃん、わしってなってきてるやんな、あれ多分犬夜叉の見すぎやわ。あー、犬夜叉ってわしって言うんや。去
年の漢字さ、何か覚えてる？2021年の漢字、清水寺で発表されたねんけど。2021年、うん、清水寺で発表されたこと？ことじゃねえ、漢字だっつってんの。毎年、その前やったら蜜とか、2021年は金やったん。金やった。あれちゃんにとって2021年漢字何？2021年漢字、うん、一文字で表すなら私の漢字、うん、無。カタカナ？なし。なしの無。どういうこと？もう なかったものにして。もう何にももう記憶に正直言って残りにくいっていうか、もうどう生きてたのか全然もう分かんないっていうか、もうやっぱずっと長すぎて、そういう期間が、なんかコロナだのなんだのっていうのが。なるほどね。うん。だからなんかもう覚えてるけど、もう全然その移動してる間とかも覚えてないんだよね。あれやもんな、あれちゃん、なんか記憶力が悪い時期があったもんね、今年なんか。あなんか知らん。あった。体調崩したかなんかでね。多分ね。それはね何か知らんけども、何か知らんけど、でもマジでほんまに頭が全然働かなくて、そうちょっと体調崩してた時期が実はあった。もうね、あのカンペ出されてもね、分かんない、読めへんねんカンペの文字がね。そうカンペ、だから俺もうほんまにアリちゃんは多分脳のなんか病になったと思って、いやでも自分本当に脳神経外科とか一緒に頑張って探したりして、ちょっとこうやばいんじゃないかっていう、うん、あんたもちょっと言ってたもんね、アルツハイマーなんじゃねえか、俺もアルツハイマーになったかもなんかアリちゃんのこと心配していろいろ調べてたら、あれ俺もやばいんじゃないのなって言ったわけよ。だから DHA か油、オメガ、あ、オメガ、オメガ3とかめっちゃ飲みますね。そう、飲んだりしてちょっとでも頭良くしようってやってて、今日回転いいわとか言って、なんかちょっと思い出すとなってたもんな。お酒を飲むのを控えたりな、何のせいか分からへんけど、でもな、一つ分かったのは、自分で症状に気づいてる間は大丈夫らしい。あ、そうなんや。何かこれ物忘れがひどいなとか、今これ読めてないなとか、普段やったら言葉出てくる言葉なのに出てこんかったな今はって思ってる間は大丈夫。あ、じゃあもうそれすら分からなくなるから、それすら分からなくなるんや。そう、てか俺の2021年の漢字期間かい、全然なんか話させてくれへんから、うちも聞こうとしてたよね。あ、ほんと？お前俺の漢字に興味なかったんちゃう？うん、どんな漢字が好きなの？いや違うわ、今年好きな感じ2021まださ、ちょっと脳がダメみたい。2021年プラスにとって何の漢字がいいと思う？始める、始まりの。そう。なんで？どうして？会社立ち上がったよな。事務所も変わって、いろんなことに初めて挑戦することが始めるみたいな。今までやっぱ30目前やん。20代最後の年にして、これから30歳で活躍したりなんかいろいろするために、いろいろ始めた年やなって思う。うん、ほんでね、新しくね、友達とかも結構できた。私生活で意外と。いいことだね、本当に始める。そう、だから友達活動だ、仕事のなんか活動だとか、芸能とかでやってたのも、なんかちょっと今までと違う路線で出たりとかっていうのもいろいろ試してみたりして、いろんなことをちょっとトライして始めてみた年やったと思う。だから来年はそれ始めたものを膨らませるみたいな。膨張の棒にしようかなと思って。何を言ってんの？いや、聞いてんねん、こっち。簿記の棒ちゃうよ。膨張の棒。あ、そっか。そう。膨張率じゃなくて。膨張率の棒や。そう。あ、だからこれから膨張。あ、棒やっぱ膨張率？うん、そっか。膨張していきたいわけよ、これが今年は。2022年は。うん、今はまだ半立ちや。これが癌やった。今は、これやったのが、去年は始める。こうなった。でも全然変わんねえじゃん。今年はここぐらいまで行きたい。あ、結構、平行な感じだった。そう。しばらくして、こう、うん、再来年ぐらいにはこうなって。最短。ずっとこれを続けていきたいんですよ。勃起に例えるならば、今はまだまだ全然半立ちにも満たない状態です、ね。じゃあ私は2022年は新しい新かな。おお、なんで？いやもうなんか新しい時代が来るかなって、新しいことが始まったらいいなと思って。何を始めるの？期待膨らましてる2022年。うん、コロナとかもちょっと収束とかそういうのになってくるかなとかっていう、まあ期待もあるし、なんか新しいことにいろいろ挑戦していきたいなっていう。いう気持ちだったから、2022年は自分にとっては新しい年にしようかなって、ね。旅したいよね、なんか。旅したい。だからこの間ね、したんだよね。あ、そうなん？うん、旅。徳島に行ったんかな、確か。島根です。あ、島根。変わってる。変わるけど。変わる。場所は全然違うけど。場所は全然違う。うん、意外とね、楽しい。ほんと。うん、ちょっとなんか一人。なんで意外なの？島根なんて楽しいとこない？いや、そう、いや、じゃなくて一人で。一人で行ったん？お友達と一緒に行ったんだ。あそこに行って、まあ、その、ちょっと会ったりしたけど。基本は一人でいろいろブラブラ回ってたん。え、俺には絶対できないことを。また
俺一人でだってコンビニ行くのも大変やのにさ、今日ほんまはこれで外歩こうっていう話だったんやけど、うん、ちょっと俺さすがに恥ずかしくなってしまって、恥ずかしいっていうかなんかねえ、何何をね、認めてんじゃん、めっちゃ観光の方だって目で見られるやろ。別にいいじゃないの、日本語で喋ってたらあ日本人やんって思われんの。いやなんかなんか歩きにくいわ、もう息できへんわって。さっきさなんか食べてた詰まってたもんな、こう通らへんっつって。そうご飯食べてた詰まってもらう。だからこれしかも外歩くっつってもこれでこんなんしてマザーでもいいじゃん、いいか、お前はこんなつけて嫌とかって言うなるからさ、注目の的集めてまうやんか。めっちゃいいよ、写真いっぱい撮られる。いや恥ずかしい、そんなただで花や写真撮らせてたまるか。お金かよ結局金か、お前は。まあ、だから2022年もね、ピロシキーズいろいろちょっとね、お気づきの通りすごく最近動画の頻度がね、めっちゃ頑張ってるのよ。そう、いっぱい撮っていっぱい編集していっぱいアップしてるんだよ。頑張ってるね。頑張ってるね、頭頑張るよ頑張るわ。2022年は2021年の最後ぐらい動画いっぱいアップして、ちょっとほんであれをやめたいね、実は。YouTube の方向性として、ロシア人ですみたいな、外国人とかね、なんかそのそう何人とかっていうのがね、そうじゃないくて、うん、ピロシキーズですで行きたいよなと思って。まあそうね、あの一つのチームとして見てほしいっていう、なんか普通にね、やっぱりサムネイルとかで外国人がなんかどうのこうのとか、ロシア人がどうのこうのってやると自分らのことを知らん人もクリックしやすくて見やすいっていうのはあるんやけども、そうするとどうしてもね、動画の内容がつまらんと感じてしまってるわけで、ピロシキーズにしかできないピロシキーズですって、もうその視聴回数とかもそんな気にすることなく、まあ最近はね、もうあんまりそういうのをやめて、うん、とにかくもうやりたいことをアップしていこうかっていう話で、そうなの。なのでぜひ今年はちょっと今までと違う動画をね、アップしていきたい。新しい、だから新しいピロシキーズ、そうそうそう、新しいピロシキーズが膨張していく。あー、いい、新しいピロシキーズが膨張する。名付けて辛抱どうぞ今年もよろしくお願いいたします。